岩手競馬タモンチャンネル。はい、明日日曜日5月24日メインレースは第11レース早知根スーパースプリント M2 ダート 1000m 超短距離戦でございます。でこちらの早知根スーパースプリントは元寿賞ってね、7月にある M1 レース、短距離の M1 レースに向けたトライアルレースということで、上位2頭がその元寿賞の優先出走権をゲットできるという、そういうレースになっております。ただまあこのダート 1000m やっぱ難しいですよ、難しい。で前回の動画で、ご紹介しましたけども、やはりアメリカゲット、で過去、まあ、今回第5回目ということですけども、第4回第3回第2回第1回と見ました。で馬場状態で行くと第2回目が重馬場だったのかな、それ以外は両馬場のレースだったので、そちら見ていきたいなと思います。でおそらく、明日は両馬場なんじゃないかなと。今ね盛岡は小雨がまあ今日一日中パラ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 という、まあ降ったりやんだりなんですけども、なのでまあそこまで湿った感じにはならないんじゃないかなと。明日曇り予報なんですけどね、ただ雨ではないので、午後もちょっと日が出るっぽいですし、おそらく両馬場なんじゃないかと。なので両馬場で予想したいと思います。はい。で、さらにその過去レース見ていて、まあ条件としては、まあ先ほどのアメリカゲット。まあでも出てる大村さんほとんどね、アメリカゲットばっかりでした。で、前走で先行していること。前走先行していること。あとは、前走が準重賞もしくは重賞。それからの距離短縮は全然来るということですね。例えば、シアンモア記念からとかね。まあ今回もいますけども。1600メートル、1800メートルのレースからの、600メートル、800メートル短縮っていうのは、割ときます、逆に距離延長850メートルっていうね、一番短いレースがあるんですけども、850メートルからの距離延長で今回ね、このハヤチェンスーパースプリントダート1000メートルに臨んでる馬っていうのは、過去は割と人気でも飛んでたりします。では早速1頭ずつ見ていきたいと思います。1枠1番、エーシンテキサス、岩本レイジョッキー、スペイツタウン、父親の母父、フォレストワイルドキャット、ということでございます。こちらはですね、今回、転入初戦ということで、名古屋からの、転入ということですね。で、以前も盛岡だったり、まあ、岩手で走ってた実績もある大馬さんでございます。まあ、立ち区から来るってのはね、ほんと難しいですもんね。で前走が、名古屋のね、重賞レースってことだったんですけど、まあ、ダート1400メートルで10着。ただ、まあ、先行しておりますね。3コーナーまでは、引っ張る形。で、4コーナー手前ぐらいからずるずると下がっちゃったというレース展開のようですね。まあ、来る可能性もあるなっていう、ちょっと怖い一投ではあります。続いて、2枠2番、飛ぶが如く。こちらは塚本亮太ジョッキーのシニスターミニスター3区のハーチシタインのギムレットでございます。前走850メートル、スプリント特別850メートルで3着ということですね。で、距離今回延長、さらには前走は先行しているわけでもないとなると、ちょっと、買う要素となるとね、厳しい。血統的にもハーチシタインのギムレットっていうのはね、ロベルト系でございます。ヨーロッパ型ロケットが8時に入っておりますし、まあ、お父さんのシニスターミニスター、AP インディー系は、まあ、悪くはないんですけどもね。というところでございます。続いて、3枠3番、パーリー先輩、シャドウパーリー先輩でございます。お父さん、キングズベストの8時デザートプリンスで、高橋優里ジョッキーでございます。はい。シャドウパーリー先輩はね、去年の3着かな。で、去年のこの3着っていうのが、シアンモアからの、早知根スーパースプリントでございましたね。なので、この前走はそういう形で臨んだ、早知根スーパースプリントでございますね。で、まあ、3着に入るってことは適性はあるんだろうな、というふうに思ってます。前走が、水沢ダート1300メートルで2着。まあこのレースもね、ちょっとざわざわしたね、5頭立てではあったんですけども、かなり激アツのレースでございましたね。決闘的にも、やっぱり
合いそうな決定ですもんね。まあ、怖いとではありますね、やはり。11歳。まだまだ元気。パーリー先輩。続いて、4枠4番、大勢ブラスト。高松両ジョッキ、ファスリー F3 区の8-49ers でございます。うん。で、前走が、その、パーリー先輩が2着だったレース。後藤立てだったんですよね。ダート1300メートル水沢で、1着でございました。で、こちらも先行してって、4コーナーから抜け出して、その押し切ったという形のレースでございましたね。で、前走が、南関東からの転入初戦でございましたね。うん。で、ゲット的には短距離ゲット。ファズリー F、ヌリー FK で、で、ハーチ49ナー、間違いなくね、合うということでございます。適性はありますね。不安要素っていうのね、その、アラを探してもちょっとね、なかなか見つけづらい大馬さんだなっていう感じですね。続いて、5枠5番、竜のビグラス、菅原辰徳ジョッキー、サウスビグラス3区の、ハーチダンスインザダークでございます。はい。こちらね、竜のビグラス、に関しては、シアンモア記念からのね、レースなんですけど、シアンモア記念のレース予想の時に僕が言ったんですね。まあ証拠も残ってます。それはね、YouTube やってますから。まあシアンモア記念はちょっと距離長いですね、と。まあこのね、シアンモア記念が終わって、距離短縮になって、人気が薄い時、これはチャンス到来っていう話しました。今回、おそらくそこまでの人気にならない。もう、ここですね。ここでございます。はい。もう、サウスビグラス3区はとりあえず勝っとけと、短距離はね。そういうレースでございます。まあ、馬場的にも、うん、多分おそらく両馬場だと思うんで、力のいる馬場には合いますし、まあ、外せないですね。続いて、6枠6番、コンサートドーレ、山本松俊ジョッキー、サウスビグラス3区の8ラムタラということでございます。うん。で、まあ、ケイシュさん、今手元にあるんですけど、ケイシュさんはもう全員20丸。まあ、おそらく一番人気になるのかなっていう気はしますね。で、前走が南関東からの天秤初戦で1着。ただ、このレースが、そうね、先に言いました、距離延長なんですね。今回だから、これは850メートルのレースで1着で、ってところですよね。まあ、そこだけですね、不安要素とすれば。まあ、ゲット的にはまあ間違いない、ゲットでございます。はい。続いて6枠7番、サーストンヒーロー、鈴木優ジョッキー。お父さん、ストリートセンスの8、シルバーホークでございます。前走がこの850メートルのレースで、まあ、その違うレースですけどね。コンサートドレーとは違うレースですけども、3着。で、まあ、今回距離延長ですし、そこまで買う要素っていうのは、なかなか見つけにくいな、というふうな一投でございますね。続いて、7枠8番、ラブワレット、ノボジャック3区のバブルガムフェロー、山本俊哉ジョッキーでございます。だから本来ならね、去年までだったら確実に本命視する、お馬さんなんですけども、前走のこのね、ダーツ1300メートルのレースで4着、後藤立ての4着、結構ショッキングな4着だったんですよね。で、その前も、まあ、重賞レースね、やっぱりラブワレットクラスになると重賞レース走ってますけど、名古屋で、名古屋の S1 で12着。その前が南関東で7着。その前が兵庫。まあこれは G3 レースですけどね。で11着。ね、しかも11頭立ての11着。前走は12頭立ての12着っていう、ね。ちょっとね、負けすぎている。救済。頑張ってほしいですけどね。岩手短距離界の優でございますので、もちろんね、もともと持ってる力はあるので、逆転する可能性っていうのはね、ゼロではないですよ。ただ、ちょっとねって感じですよね。正直。ただ頑張ってほしいって思います。続いて、7枠9番、ミスティカル、坂口雄一ジョッキーでございます。で、シシンスターミニスターのストラビンスキー。ケットはまあいいんですけどね。前走が早手特別ダーツ 1300m 水沢で5着で特に先行しているわけでもないとなるともう何を買えばいいのかなってところになっちゃうんですね。これがあるから逆転できるっていうそういう要素そういう武器というかそういうのがちょっと見つけられないかな 見つけにくいかなっていうふうに思っております。続いて8枠10番ミラクルダマスク村上忍ジョッキー父親スウェプトオーバーボードの
8、キングヘイローでございますね。セプターオーバーボードというのは 49er 系でございます。で、まあ間違いなく、ケット的には合うはずです。ただこちらのまずね、前走が850メートルで1着というところで、まあ先行してね、1着。まあ、ねえ、そうなんですけど。前走が南関東からの転入初戦でしたね。この150メートル延長はどうなのかなってところが不安要素ではあります。続いて、最後、8枠11番、ボルドープラージュ、小林亮ジョッキー、アイルハブアナウンサーの8台はメジャーでございます。こちらは前走早く特別で2着。ダーツ1300ミスターで2着。で、先行しての2着でしたね。決闘的にはアイルハブアナザーっていうのは前々回ぐらいの動画で言いましたけども、まあ、49er系の中ではダート中距離決闘ではあるんですよね。ダート中距離決闘ではあるんですが、ただまあ前走も先行してますし、なのでまあ、侮れないかなとは思います。人気もなさそうですし。はい、というわけで11頭ご紹介しました。それでは行きましょう。俺の解明！はい、俺の解明でございます。さあ、まあ今説明した通り、まあ特にこれはもうね、シアンモア記念で私言いました。ユーのビグラス、距離短縮、さらには人気がない、ここチャンス。もうここがチャンスですね。多分おそらくここで勝てば、ガンジュ賞あたりでは人気になってくると思いますね。人気ないうちに買うべき一頭はこの竜のビグラス。なので3連単。竜のビグラス。5番。そして、やはりちょっとね、アラを探してもなかなか見つけにくいといった4番。耐性ブラスト。この2頭を軸からの流していきたいと思います。はい。なのでここは1着2着変えて。もう、テレコでも変えたいと思います。なので3着。相手には、1番。エイシンテキサス。3番、シャドーパーリー。6番、コンサートドーレ。で、8番、ラブバレット。11番、ボルドープラッシュ。以上、5頭なので、10点になりますね、3連単は。まあ、1番は、ちょっと未知な部分が、ちょっと結構あるなというところ。あと3番は、まあ、実績がある。で、6番、コンサートドーレ。まあ、サウスビグラス3区。うん。で、全員20までつけてる。やっぱりね、来るよな。正直3連複も買いたくなったんですけど、ダメだ。ラジオで言ったから。で、8番、ラウバレット。やっぱ頑張ってほしいっていう気持ちあります。で、11番、ボルドプラージュは、まあ前走先行してるところが強みですね。以上でございます。はい。いい週末になればいいなと。まあ当たってほしいですね。やっぱり3連単でバシッと当ててね、でかい顔したいなと。思っております。で、明日は JRA では、オークス。ねえ、楽しみでございますけども、このオークスの予想に関しては、ツイッターの方にアップしたいと思います。ちょっとまだね、予想、ちゃんとできておりませんので、今からこれ動画を編集してアップしたら、酒飲みながら予想したいと思います。で、明日は、この早チェンスーパースプリント、18時10分発送ですけども、この大体30分くらい前、また恒例のチャイムユキトのインスタライブ、やりますので、ぜひぜひそちらの方ね、ご覧になっていただいて、一緒に楽しくワイワイ、臨めたらなと思っております。やっぱりね、一人でやるよりも、いっぱいでね、あーだこうだ、俺はこの馬券を買う、私はこの馬券を買うって言いながらね、臨めたらいいなと思いますし、やっぱり JRA のね、その、ビッグレースが、終わった後もあるよっていう、終わった後もあるよ言われてければやってるよっていう、まだ日曜日終わってないよってところをね、やみんなで盛り上がって最後の、このメインレースにね、臨みたいと思いますので、ぜひぜひインスタライブの方もよろしくお願いいたします。はい。というわけで、引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。